全然関係ないけど飛天御剣とか流浪に剣心のパクリなの。なんかがあるたびに何々のパクリ何々のパクリとか言うのやめへん。なんかあったんだよな、原神がリリースされた時にさ。原神はオープンワールド RPG で、まあ、確かにモンドとか雰囲気似てるからゼルダの伝説ブレスオブザワイルドブレバイのパクリだっつってなってたしな。でも原神はまあ全然パクリとは思わせないぐらいの神コンテンツ力を発揮したから、まあ、全然そんなこと言われなくなったんだけど、当初言われてたしね。もう原神実装当初結構炎上してたしな。私いろいろあったん知ってますから、初日勢なんで。まあでもなんかもう原神ちょっと触っただけで神ゲーって分かったから、いろいろ炎上してたのとか気にせずに私はガッて遊んでたけどな。パクリではなくてリスペクト、いやパクリとリスペクトってちょっと難しいからな。なんとも言えないけどね。どうなんだろう、その人の日頃の行いとかもあると思うしな。パクリって言われるかとか、なんか新しいのが出るたびにパクリ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 っていうのはあんま好きじゃないわ。幻灯が出た時もブレファイト原神のパクリだって言われるし、今後幻灯がめっちゃ売れたとしても新しく出るオープンワールドは幻灯と原神と何年々のパクリだって言われるのか。大変やな。神一重、リスペクトがあるかないかだと思うけどな。まあ結構ね、著作権問題とかって結構難しいからね。いや著作権問題の何が一番難しい話かって言われたらさ、これ私著作権の話考える上でめっちゃ大事な話やなって思うんやけど、今 YouTube でさ、ゲームの BGM って割と勝手に使われてるやん。まあ許可取ってんのかもしれんねんけど、よく聞くフレーズ、例えばモンハンのバルファルクの演出、いろんなゲームの BGM のフレーズを、まあ、勝手に動画に使ってる人って多いんですよ、やっぱりね。えあれってどうなんかな、いいんかな。でもアウト寄りだとは思うねんけど、まあでも怒られたりしなくてグレーなわけよ。むずいよね、まあ、正直言って音楽って聴いてもらわなきゃいけ存在意味がないし、演奏してもらわなきゃ意味がないから、どうなんだろうか。でこういうゲームの BGM に関する問題で、ツイッターだったかな、なんかだったかな、リプルでね、あなたの会社のゲームの BGM が好きなんです、私もなんか動画とか配信で使ってみたいから、使ってもいいですかって許可を、正式に使っていいですかって許可取ろうとしたら、基本的にうちはそんな怒らないけど、今君にこの瞬間君には OK を出すことはいかなくなったみたいな言われ方したわけ。わかる？なんかね、基本的には文句は言わないし、やるならどうぞ勝手に使って、まあ文句が出たらその時対応するけどね。だけど正式に許可を求めようとしてくるんだったら、それはさすがに認めるわけにはいかない、まあ、次から次へといっぱい来るしみたいな。わかる？このグレーのままでいきましょうや、白黒はっきりさせるなら黒としか言えないんだよっていう、わかる？そう、グレーだから OK やねん。で白黒はっきりさせようとしたら逆に OK なんて言えなくなっちゃって、みんな窮屈になるね。これがねいっちゃ難しいところでね、結局大事なのはリスペクトかなっていう結論なんだけど、だから私もね動画に使いたい BGM いっぱいあるんだけど、まあ、結局ね、まあ、チキってね使わないんだけど、二次創作あるある。正直音楽作った人からしても悪い意味で使われてなかったら絶対嬉しいじゃん。私だって私の配信の内容とか喋った動画がさ、いろんな人の動画とかにさ、まあ、悪い意味で使われてなかったら、まあ、めっちゃ歓迎するし、論文だって引用してくれりゃ基本嬉しいもんだしさ、音楽だってな使ってもらわなきゃ意味がない、演奏してもらわなきゃ意味ない、難しい。ただ最近はあれやん、許可取らないと配信しちゃダメみたいな風潮はあるじゃん。なんか任天堂のゲームを収益化する際は個人だったらいいけど、まあ、法人の人たちは許可取らないと任天堂のゲーム収益化しちゃダメよ、収益化して配信しちゃダメよみたいなのあったりするじゃん。あれも多分な、本来はうまいことやっていきましょうやってつもりだったと思うねんけど、一部の人たちが金金金金、うお金だ、金儲けられるチャンスだ、ゲーム配信だみたいな感じでめっちゃ欲出したからだと思うんだよね。私も自由にやって、まあ、切り抜きとか自由にやってほしいんだけど、まあ、そこでビジネス色強い人たちとかが出てきちゃうと、やっぱり公認とか自由にやってとか言えなくなってっちゃうから難しいよなとは思います。東方の二次創作を無断で広告に使った中華系あったね。だからそういう金目当てはどう考えてもアウトでしょうな。うん、難しいよ。難しいね。難しくはねえな。うん、とにかく原作者様、本家様にリスペクトがあって怒らせるようなことしなかったら、基本的には寛容な心で許してもらえるものだと思っているっていうのが私の考えだね。いろいろ見てきた上での私のゲームに対する考えではある。